どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またリクエスト動画になります。ちょっと今もう出しちゃってるんですけど、ここをこう遅れ毛を下ろした時にこの隙間が見えたりとか、あとここの細い髪の毛、もう短い髪の毛があると思うんですけど、そこが結構出てきたりとかして恥ずかしいっていう意見出てないので、そこを簡単な隠し方の方法やってみました。なんか、まあ、ここの遅れ毛の幅をこう例えば増やしちゃったらいいんじゃないのっていう意見もいただくんですけど、それしちゃうと結構ボテッと見えたりとか重く見える印象になるかなと思うので、まあ、それはちょっとなしにして、バランスがいいぐらいの遅れ毛を下ろしてここをしっかり隠す方法になりますので、いつもこれでお悩みの方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。まず顔周りの髪の毛を下ろしますね。全部こう下ろした時に、ここの横の部分が全部隠れるぐらいの毛束を下ろしていきます。次に一回バームをつけていきます。髪の毛の毛束がしっかりとまとまるようにつけていきます。次に顔周りの毛束を、まあ、大体1センチ幅ぐらいですかね、下ろして分けておきます。この辺の毛束はだいたい1センチぐらいなんですけど、まあお好みで、まあ、幅は全然決めてもらって、ただ1センチ以上やると結構ボテッと重たく印象に見えるので、ちょっとその辺は気をつけてください。次に残りの毛束を結べる範囲で大丈夫なのでゴムで結んでいきます。結構この辺短い髪の毛がある方もいらっしゃるので、まあ、全部の毛束が結べるところの位置で結んでもらえたら大丈夫かなと思います。次に毛束の部分にピンをつけていきます。今回はちょっとスモールピンっていうちっちゃいピンで、ゴムの部分に差し込んでいきます。で、ゴムの部分を持ちながら少しこう折り曲げてバランスを見ていきます。折り曲げるとこの辺の隙間が少し隠れるぐらいになるので、この辺に調節してバランスを整えていきます。毛束をこの中ですね、少し開いて内側の部分に差し込んでいきます。差し込んで少しゴムが見えないようにバランスを調節してください。こんな感じで隠してもらえれば大丈夫かなと思います。ゴムの部分を少し指で押さえながら、この隙間ですねを埋めるような感じで少しずつ引っ張っていきます。引っ張る位置は絶対に顔周りの部分で、この表面の部分ですね、このこっち側の後ろ側の髪の毛を引っ張るとここにボリュームが少し出てきてしまうので、バランスがおかしくなってくるので、ここは絶対に出さないようにしてください。あとはお好みで顔周りの髪の毛をコテでカールをつけてバランスを整えたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。表面の部分もしっかり隠れて、割れ目もなくなってる状態になってます。いつもお悩みの方、よかったらこの方法でやってみてください。